5の515ヤード、はい、飛ばしたいに、はい、ハイドローで、うわやばめちゃくちゃ飛ぶのやばい、フォローで風に運んでもらいたかったんで、チームでいきます。このTの差し172ヤード7番ヤンでいきます。はい、7番ホールです、はい、パー3、172ヤード、はい、7番でいきます。はい、右からフォロー、やっべー、今日触れてない、バンカーだ、いや、乗った、乗った、ナイスオ、フォローに助けられた、セーフ、セーフ、今と同じ。うっとか言う。おじいちゃん二人。じゃあピッチングでいきます。はい、うわ。たけー。風。ナイスオン。よいしょ。ゆかちゃんはパー3の150ヤード、はい、6番アイアンでいきます、はい、お、ナイスオン、ナイスオンです。ナイスオンです。では次の質問いきます。初速を上げるためのドリルを教えていただきたいです。ドリルってあるんですか？ドリルっていうかわかんないですけど、やっぱり初速が出る感覚って大事だと思うんですよ。これ初速出てるなっていう感覚を、まあ打った感覚で感じることで実際に出すこと。どれだけチーピンしてもいいんで、とにかく初速出すっていう練習はありだと思います。あ、もうミスしてもあのヘッドかぶせてチーピンで打てば初速出るんで、ヘッドかぶせて出るってことはもうロフトか、ロフトを立たせて、で思いっきりそのぶったたくんですよね、上から。そうするともうチーピンなんですけど、はい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 、初速はめちゃくちゃ出るんですよ、うん、試合とかでは使えないんですけど、なるほど、なんですけど初速が出てる打感だったり、はいはい、感覚を自分の体の中にまずは知らせるっていうのは大事ですね。まあ、いいと、もう引っ掛けもどんなミスもいいから、ね、まあ、とりあえず初速が、でも初速だけ見てかぶせたら出るんですね。出ます出ます。面白い。一回その体験をするってことですね。そうですね、初速を上げるドリルとしてはありですね。ありがとうございます。初速って俺上げる方法とかあるんやと思ったら、あ、ピッてかぶせて打つんや。もうその初速っていうデータだけを見ればって話ですね。ナイス。佐々木です。はい。ナイスパ。ありがとうございます。バディパスいきます。はい。お、ちょっと全然。全然読めてない。さっきのがもう残ってるわ。怖くて打てなくなってる。うまい。いや、行くわ。マジか。パパッといきます。はい、来た、ナイスパー、強かった、ナイスです。ナイスです。パパッといきます。はい、切れた、惜しい、どう切れた、またスリッパ、惜しい。あ、ゆいかちゃんに質問来てます。はい、いつも違うゴルフウェアを着られてる気がします。はい、着なくなったウェアどうしてますか？あ、でもちょうだいって言われることがあるんで、
後輩の子にあげたりとか、あげちゃうんだこともあるし、私結構気に入ったら何回も着るんで、ジュニアの頃から着てるウェアとかもまだ未だに着てるんですよ。で、そういうの色あせるまで着ちゃいます。実家には衣装部屋があります。一つの部屋を、服めっちゃ好きなんで、私服とゴルフウェアだけでもう埋まっちゃってて、ぐらいウェアは確かにたくさん持ってるかもしれないですね。で、捨てれないんで、母がもう怒ってちょっと捨てろみたいになって、しょうがなく捨てるみたいなぐらいまでは基本置いてますね。じゃあユイカリ、あのメルカリじゃなくてユイカリで、はい、そうでもメルカリやりたいなと思ったんですけど、ちょっと手間がそんなにあるんや、ウェアめっちゃあります。どんぐらい、どれぐらい、あの普通にこうかけてるやつ、これぐらいの幅が、もうスカートがもう全部分けてめっちゃあります。めっちゃおしゃれですもんね。確かにウェア毎回違うの着てるかも。三住さんもご自身のウェアオリジナルブランドですか？そう、僕はもうこれしか着てないです。ローメルブル、ローメルブル、はい、ローメルブル、メルカリショップにありますんで、ぜひ概要欄チェックでお願いします。8番ホール、はい、パー4の430ヤードです、はい、ここね、ハンディキャップ1のところですね。一番難しい。まだ届きますか、三住さん？いや、上げなんて届かない。上げてるんで大丈夫ですか？上げてるんで大丈夫。351。ちょっと狭そうなんで低めで抑えて、はい、うわー、いくマジで消えるもんね、一回。フェアウェイ、さっきの初速の話、やばいね。やばからのプレー、なんか機械から出てるみたいなショット。パーンって音が聞こえたらもうあっちあるもんね。そう短く持ったりして打つんですね。やっぱ上げてたんで、はいはいはい、球上に上がっちゃうと風で戻されちゃうんで、あ、まあ、短く持って低めの球、短く持ってた、ね、やってみよう。短く持って、おいしょ、お完璧、これいい、これすごい、これあの金の熊でやったアタックアングルやつですよ。あの狭いホールで絶対残したいやつ。結構なんかスピン量も良さそうだった、はい、完璧でしたね。ナイスショー、やばっ。皆さん短く持って上から叩いてみてください。低くなるの、アタックアングル、うん、マイナスにこれってランも出ます、結構やっぱり。いやでも下によるかも。でもこういう上げで高く上げたらラン絶対出ないじゃん。短く持って、そう、ちょっと上から、やってみるわ、やってみる。ちょっと低めで。ゆうかちゃんは395ヤードのパー4です。長っ。長いからちょっと上げたい。上げやし、おー、ナイスショー。でもスピン量少ないですね。うん、少ないですか。うん、おー、多分転がりもいいと思う。あ、ランも出る、ナイスショー。一番当たりよかったかもしれない。ナイスショー。スクール生が増えた、増えましたね。ではちょっと質問コーナーを行きます。ドライバーいいのにアイアンがダメです、いい練習方法を教えてください。アイアンの練習方法ですか。はい、ドライバーがいいけどアイアンが悪いっていう時あるんですか。めっちゃあれ、でもドライバーとアイアンってちょっと違いません？感覚的には。あ、それ聞きたいですね。私は人によるんですけど、私はやっぱ打つ系の調子が良かったらアイアンの調子悪くなるんですよ。あ、アイアンの調子がいいと打つ系の調子悪くなるので、へぇ、ちょっと打ち方多分、はい、違うので、ドライバーの調子いい時は多分ちょっと払うような打ち方が多分いい具合になってるんだと思うんですけど。あ、ドライバーを、アイアンってちょっと払い打ちよりも打ち込みっていうだから、そこが多分違うと思うんですよ。しっかり払うんですね。私はそういうイメージでウッド系は打ってるんですけど、でアイアンをそういう時にちょっとこう払いすぎなのかなって、ちょっと打ち込むようなイメージを持ったら、アイアンは結構芯に当たりやすくなるんで、うん、はい、そのイメージを持ったらいいと思います。ありがとうございます。踏んでいきます、はい、
バンカー方向。バンカー入りました。惜しい。あれしっかり多分ね、キャリーは全然行ってないけど、うん、転がってくれた。低い球に。トータルミスミさんとそんなに変わらなくなったね。確かに、ね、でも激上げやったけん、やっぱ良かったかも、うん、多分普通に打ったらこんな飛んでないかもしれない。206ヤード、はい、3球でいきます、はい、結構上げてます。風あります。ナイス。ありがとうございます。風強い。風強いね。ちょっと。はい、これじゃなかったです。これじゃない。さすがにさ、こんな近づけるわけないよなと思って。違うボールでした。隣から来てます。全然前でした。恥ずかしい。何このオチ。全然前。多分100ヤードぐらい前。そんなことある？トータルそんな変わらないですって言ってめちゃめちゃ前だった。はずそりゃそうよね。150ヤード、はい。あ、風なくなった。 P でいきます。はい、バンク入った。惜しい。あ、女性からも質問来てますね。スイングが綺麗になるコツや練習方法などありますか？憧れてますって言うから憧れてますっていうね。嬉しい、ありがとうございます。とりあえずもうひたすら練習してました。はい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 。まあ、参考にしたい人の動画見て真似するのはいいかもしれない。真似ね。私いっぱい載せてるんで、うん、ぜひあのインスタの動画とか見てください。確かに結構スローで載せてくれたリールでね。リールで結構載せてます。わかりやすく、うん、はい、ぜひあれを画面録画して自分のを撮って見比べると。比較してね。そこまでなんか参考になるかわからないですけど、うん、やっぱ女性はこう女性をね比較するのが絶対いいよね、うん、あ、でもそれはいいかもしれないです、うん、私も新人さんのスイングが好きで、新人さんのスイング YouTube とかで調べて見て、うん、こここうなってるなとかって真似してた時期とかもあったんで、やっぱり真似するの大きいかもしれないです。スローモーションで見たりとか。そうです、スローモーションで今もう前からも後ろからも結構いろんな角度からあるんで、うん、ここがこうなってるんだとかそれで結構気づくことも多いんで。客観的に自分のスイングを見てみないと気づけない部分ってたくさんあると。ありますね。そうですよね。私もしょっちゅうやっぱり調子悪くなったら撮って確認してって言ったら何が悪いかとかが分かるんで。なるほど。長めの距離で、はい、50度で。ゴー。58でいきます。はい、あー大きかった。おお、すごい。ナイスタッチ。ナイスオン。ありがとうございます。長かった、上げがあったし。バーディーパットいきます。はい。あ、ライン間違えとこ。スライ。はい。なんか早そう。おお、早い。目だこれ。あっちに濃ゆいもん。こっちからこう見たら真っ白やもん。うん、ですね。うん、あー惜しい。タバです。
足。足。スリッパしすぎやろ今日。よし。惜しい。はい。ナイスです。ボギー。ボギーです。ジュン。ありがとうございます。質問コーナーいきます。はい、お願いします。好きですって来てます。好きです。拓司寺澤さんですね。男性ですね。あと多分お子さんの写真アイコンで。すいません。でも来てたんでちょっと使わせてもらいます。私ですか？はいはい。あ、 ありがとうございます。怖いよ。水口さんに来ちゃったら怖い。一番怖いよ。ありがとうございます。じゃあ次行きます。好きです。マッチロイさん、マッチロイさん、同じ来てます。ハート付きです。ありがとうございます。質問コーナーなんですか。これミスミさんに来てます。そっちじゃない。じゃあこれゆうかちゃん。でミスミさんに来てるのはドライバーシャフトを選ぶ方法を教えてくださいってなってます。シャフト。本当に道具にあんまりこだわりがなくてというか、あの今 J ビームっていうメーカーさんのドライバーを使わせていただいてるんですけど、まあもうそれが良すぎて別に他のものを選ぶ余地がないというか。え、純正を使ってるってことですか？まあ、ジクラブさんなんで、はい、まあ、純正というか、なんかシャフト、ジのシャフトも J ビーム、ヘッドも J ビームのクラブを使ってるので、あ、なるほど。まあそれがいいので、あんまり選ぶことはないですね。なるほど。ずっと同じのというか同じメーカーさんのを使ってて、もうフィッティングに行ったとかじゃなくて自分で打ってみた感じ。そうですね。もうそれがポンってハマってる。そうですね。もうハマって一番いい球もデータ、トラックマンのデータ上でもベストの球が。なるほどなるほど。トラックマンとか、まあ、データ測って見てみるっていうのもいいってことですね。そうですね。あとやっぱ道具に慣れるっていうのが大事だと思います。ああ、慣れる。そのいろいろコロコロ変えるよりも、そうですね。一つの自分が合わせていくっていう。そうですね。それ難しそう。ミスさん本当いろんなメーカーが出してる最新のやつとか試したことない？全然打ったことないです、ね。ああ、なるほど。もうさ、石像みたいなやつ。めっちゃ気持ち分かる。置くときと拾うときだけ。回すときはあんまりそうだね。そうだね。症状的には同じぐらいです。はい。最終ホールですね。パー5の515ヤード。はい。パーもうフォローだし、2オンいきます。狙いに。はい。ドライバーでいきます。はい。うん、オッケー、大丈夫。ティーここが取れた、上が取れた。そんなことある。飛ばしたいんで、はい、ハイドローで、ハイドロー、しっかりキャリー出していきたいと思います。長っ。はい。ナイショ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 。バーディーコツね。これでちょっと早い。めっちゃ早いんですよ、なんかめっちゃ手使っちゃうタイプの。なんか手には飛ばないですよね、その使って。あ、そうなの。飛ばしにくい。昔っぽい、ね、使ったんですよね。うん、そう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 。なんか小学生の時にずっとシニアの男子プロに教わってたんですよ、うん、あー、なるほど。昔ながらの、昔ながらのスイングをずっとジュニア時代、うん、一番練習してた時がそれだったんで、うん、なるほど。その癖が抜けなくて染みついちゃってる。染みついちゃってます。なんかコックしないこの打ち方をやりたくてもできないんですよ、うんうん、どうやっても絶対かなっちゃう。スプーンでいきます、はい。
ナイスショー。ありがとうございます。ナイスショー。やばい、めちゃくちゃ飛んだのやばい。水井さんさっきのはハイドロー、ハイドロー。ちょっとフォローで風に運んでもらいたかったんで。すごい。ちょ、こんな違う。215ヤード、はい、3番ユーティリティでいきます、はい、ちょっとカップで振ってみたい。あー抜けてよかった。おー抜けた、抜けました。よしよしよし。オッケー。ピッチングでいきます。はい、140です。140。ロングのセカンドすごいすぎる。わあ、ダフった。傾斜。かぶりました。56ヤード56度です。はい。持ってこい。あー止まった、止まっちゃった。うん、惜しい。突っ込んじゃいました。さっきからちょっと上げるの失敗してるんで、はい、転がしていきます。転がしで。ゴー。あーこれも弱い。食われた。オッケーです。60度で、はい。ゴー。おー、ナイス。うわ、そっち行く。52度でいい。はい。入れ。あ、惜しい。ナイスです。ナイスです。止まれ。止まれ。うわ、早い。早い。よし、バーディーパット。はい。ナイスです。わー、惜しい。持ってた。先です。はい、はい、です。はい、あー、惜しい。はい、ナイスです。トップで右脇を締めるのと開けるのではどちらが飛距離的に有利でしょうか。飛距離的にです。飛距離的に。アタックアングルマイナスで打つ時のコツや意識。クラブを引いて使うというイメージですね。クラブの遠心力で自然と返ってくる。やばいやばい、ちょっとアップして、アップして。アップ70円。